ず選んでもらって、うん、で大体でいいんで、あのこういう同じような色のも一応用意したけど、そうだシルバー的な、うん、これはで乾く前にこう振りかける、ちょっと赤っぽいの、うん、ちゃんとくっついてる、これは大丈夫、ちゃんと2回塗ったから大丈夫、シルバー使う、色系はこれで、はい、ありがとうございます。よし、なんとなくできた。これにこれを振ればいいんですか。はい、頑張っていただきます。大体なんか色の系統やっぱこういうなんていうか、うん、こういうやっぱね、そう薄い、そう、ね、着ていらっしゃる色も、うん、そう、あの絵です。あの色なんだね。おー、あとざっとこんな感じでした。ねえ、なんかこうやっぱりこのなんかね、この厚みのねあるもの選んだから、うん、なんかすごい。こう重厚な、重厚なキューブみたいなキューブリックみたいな感じですね。丁寧だって。私か、そうです。削るとまた削るとね、線が、そう線ができるんだよね。え、Y だけ。いや別に何でもいいんですけど。いいんだもん。いいね。あ、いい感じだ。いいですね。あ、まだ先だと思ったら。あ、ちょっと、ちょっと、あの、相関みたいな。皆さんのね、作品が揃って。インドの神様なんですよ。すごい人気者で、子供の時に、あの、お兄さんに言いつけられた。こういう感じかな。あ、待って、これ、向きどっちだ。あ、これサイン。あ、どっちだろう、こう、こうだったね、どっちですかね、こうだったかな、多分、うん、こうだった、そうだよ、そうだよ、こう、そう、結局、サイン入れる意味って、実はその上下が分かるっていう意味でも、実は、そうそうそう、役割としてで、何も書いてないところ分かんないじゃないですか。右下とか決まってるんですか。いやいや、決まってないですよ、決まってない。でも、まあ、下に書いとけば、上下は分かりますよね、うん、そうですね、うん、そう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 。今日体験していただいた感想どうですか、柳橋さん、今板と紙を変えて、うん、ね、さっきちょっと聞いたけど、うん、その指がなくて、そうだね、あの初めて指を使って、うん、ね、初めてなんですか、初めて、だって筆、普通筆を使うもんね、だからこう、なんて言うんだろう、直接材料を返さないで自分で表現できるって面白いなと思って、で、意図と違うことになっちゃうんだけど、うんうん、それがまた楽しみで、うんうん、でそこからまた発展していくっていうか、うん、すごく奥行きのある ね、うんうん、そうね、絵になりそうな、ならなかったけど、あまり家にいやいや、面白い、そのやっぱ杏子の里でね、杏子農園の、はい、営まれてるので、やっぱりそれがね現れてね、このうららかな杏子の里、はい、でしかも面白いですよね、だから同じ顔料を使ってるんですよね、この真ん中の、あの紅勾配使ってるんだけど、うん、色がやっぱり全然違う色、そうだから下地の、うん、そう色とかね、あの紙でね、また変わるっていうね、これめっちゃ好きだな、これいい、ね、めっちゃいい、これね、やっぱすごい、あのこれに至るまでなんか今いつも鉛筆使って絵描いてまして、うん、普段は、だからちょっと指はなんかいつもと違い、まあ、そして UI の方も使い勝手が違うんで、うんうん、なんかまあなんていうか、こういうドラゴンなり動物なり形あって生きてるものが好きなので、どうやったら表現できるかなと思ったら、あの原始時代の壁画を思い出して、ぜひ原始アルタミラとか、はい、ラスコーとか、はい、まあ、ああいうなんか宇宙の絵みたいなやつも嫌いじゃないですけど、でもやっぱりなんかどうやったら自分が描きたいものを表現できるかってなったら、あの石器時代のあの最近あのね、はい、これもね、すごい、これも表面すごい、やっぱそのこのね、独特のなんか、いや宇宙ですね、これはね、はい、なんか星空とかイメージして、うん、なんかその中に何か飛んでるみたいなのを描こうと思ったんですけど、あの塗りすぎて、塗りすぎて描けばね、トントンとか、そうだね、やっぱり時間を置いて乾かして、うん、またね、やっぱり次の日っていう風に、うん、はい、そういう風にすればね、はい、それでなんか一番自分が描きたいと思ったのが、描きたのがなんかその牛の、うん、牛のね、はい、いや、あれはね、壁画周りをちょっとこうまた茶色にしたのが良かったね、はい、そうだね、あ
あそこで決まりましたね、はい、うん、このね、ちょっとにじみがね、そうそうそう、なんかこの辺がいいですね、うん、自分に似てるよね、ちょっとあの感じはね、自画像か、やっぱり自画像、でも絵って度数とかありますよね、こうどっしりとね、構えて、うん、やっぱりなんか表現したいものってなると、こういうのは、中の光の差し方も優しく包み込むような雰囲気でいいですね。嬉しい、コメントも嬉しい、コメントありがとうございます。これね、あ、いいですね、なんか見え方がいい感じ、ね、なんか天末っていうのが、あの天の末って書いて天末なんですけど、まあ、これはあの宮沢賢治の、まあ、春と修羅っていう詩集の中に出てくる天末線っていう言葉が出てくるんですけどね。それね、初めて聞きました。そう、いや、賢治しか使ってないんで、そうで、そうで、私はその、まあ、よく地平線っていうのはね、普通にある言葉であるけど、うん、まあ、要は地平線を表してる言葉なんですよ、うん、天末線っていうのは。でも、天の末って、そうそうそう、天がずっと下まで続いてるっていう、そうそうそう、そういうイメージですよね。だからちょっとこの視点というか、うん、あの見方が違う、同じものをこう言ってるんだけど、うん、その地平線ってなんかただね、なんかぼーっとなんか続いた地のね、そこのなんか平原の線みたいな感じだけど、うん、天末線って言ったことでなんかね、もうすごくこう天一気にこう視界が遠くの空まで開けて、空にしかあの意識が向くっていう言葉ですね。で、そうそう、さすが賢治ですね。いや、本当にすごい。で、まあ、これもね、ちょっとこう天末に向かってこう落ちていったり、まあ、あるいは飛んでいったりみたいな、まあ、どっちの動きにも見てもいただけると思うんですよね。まあ、皆さんが、これ時間はいつ頃の、宵の時間ですね。宵ですね。夕暮れの、はい、もう少しこう、もう、なんだろう、もう日が沈んだ直後。うん、下の方はこう暗いのはそういうことですね。そういうことですね。この絵とね、あの上下にペアのように展示している絵があるんですけど、これ場所も違うんですよね。まあ、ただその盛岡と、まあ、その花巻、賢治の故郷の花巻も行って、その花巻の夕暮れと、まあ、その盛岡の夕暮れもちょっと多分若干混ざってるんですけど、まあ、あのこの下のこの平原はやっぱりその花巻の美しい平原のイメージですね。うん、若草色がだけがふわっとあって、このもみ、もみも赤、うん、雲も赤、空も赤で、これはあのこの色合いが見たことないオレンジだっていう声がいくつか、ね、ね、ありましたね。かっこいいね。かっこいい踊り手さんの絵があります。これ実は結構あの顔が最初は分からなくて、うんうん、花の絵だと、バラの花かしらっていうふうに思えたりするようなところもあるんですけど、よく見ると顔の横顔が描かれているんですね。見たらもう引き込まれちゃって、うん、もう気づいたらもうスケッチしてた。スケッチがいっぱい描いてますよね。そうそう、もういっぱい展示してあるんですけど、はいはい、あ、そう、いくつかここにもあるんですけどね、これこれこれ、これね、スケッチです。そう、あの反応がすごく、あのありがたい反応ばかりで、なんか本当展示してよかったなっていうかね、うん、なんかすごいこうあっという間だったとも言えますし、でもすごく充実してたなっても思うし、
まあ、今こうやってずっと取材させてしていただいてて本当になんかありがとうございますって本当ですね、ありがたいですね、ちゃんと撮ってもらってちゃんとこう 見ていただける、ね、うん、こうやって注目していただけるっていうのね、やっぱり、うん、やっぱりまた番組がね、うん、公開されたらまたお知らせしますので、うん、ぜひ見てください。あ、では今回の配信はこれで、はい、お客様おいでいただきました。ありがとうございます。どうぞお入りください。今ちょうど配信、ちょうど、ね、配信が終わります。終わるところなんですけど、ゆっくりこの後見てください。大丈夫です。どうぞ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 。あのこっちしか映ってないんで。はい、大丈夫です。はい、さあ最後に何か一言言いたいことありますか。え、最後に一言。え、あ、うん、私は富田くるりです。最後にそれですね。はい、あの、いや、あの、いつでもなんかご連絡ください。これからのまたまたね、もっともっとたくさん作品も書いていくでしょうし、いろんな場所に行ってまた新しい社会を作っていくと思いますので、はい、今回もご応援のほどよろしくお願いします。応援してください。めちゃくちゃ欲張り。配信終わりとなります。ありがとうございました。めっちゃ良かった。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは。あ、こんにちは。長野インターネットのスープと申します。はい、あ、よろしくお願いします。今日は長野県は野口というところに来ておりますけど、はい、今朝から、うん、ワークショップ、うん、そして展示会の説明ですか、はい、いろいろ終わりました。やっとまあ一息、はい、っていうところでしょうかね。そうですね。あ、最初にお名前ちょっと。あ、そうだから富田くるりです。くるりさん。はい、くるりです。で、今手に持ってる作品、うん、はい、これはなんか少し前になんかオーダーされたものと聞きましたけども、はいはい、どんなものなんでしょうか。これはあのここのギャラリーのオーナーの上沢さんが私と最初出会った時に、はい、あのオーダーしてくださった、うん、まあ、トレトの風景が香織さん、あの上沢さんが、まあ、すごい昔20年前ぐらいに、はい、あの旅行した時の実際に、ね、そうそうそう、まあ、そこをだからもうかなり遠い、ね、うん、昔の風景なんだけど、まあ、あのやっぱり最近は全然行けてなくって、で写真もそんなに残ってないんだけど、うん、写真を見てじゃないんですね。そう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 、でもそういうなんかやっぱり強烈な風景としてやっぱ自分の記憶の中に残ってるから、はい、それをぜひ書いてほしいっていう、まあ、むしろだから写真に残ってないからこそ、うん、その記憶の中のものを書き起こしてほしいみたいな部分、うん、まあ、そういうのもあるんですね。はい、はい、それが何年前ですか。それがまあちょうど2年前、はい、その頃から上沢さんとのお付き合いが始まったというか。そうそうそうなんです。そんな感じなんですね。はい、そんな感じなんです。実は今日ね、ワークショップ、はい、あの岩絵の具を使ったワークショップがありましたけど、どうだったでしょうか。いや、なんか長野では初めてだったんで、他の東京とか大阪では実はやってるんですけど、はいはいはい、あの、まあ、長野の方に、まあ、まず来て興味持っていただけるのかという、うん、ところが一番心配だったんですけど、うん、まあ、急遽ね、朝飛び入りで 2名増えて、うん、定員5名だったんですけど、もうちゃんと5名集まってなんか結構皆さん楽しんでね、いただけたみたいな、うん、満足度の高い、こう顔では大体ね分かる、うん、なんかすごい楽しかったですみたいな、またちょっとやれたらなっていう、うんうん、色を混ぜるのに指を使って、お皿でこうなんかやってましたよね。そうなんです、そうなんです。あの、そう、そこはやっぱり普通のね、あのパレットって普通にこうブジューって絵の具出してそのベチャってこう筆つけて塗るのとはまたちょっと違くてね、うん、自分でまず絵の具を作るとこから始めなきゃいけないんでね、ただの粉末なんで最初は、その粉末だけだとね、やっぱ絵の具としてくっつかないので、うん、水とね、ニカワを混ぜて自分でこう調合したりとか、技法としてはだからもう今日はくっつけばいいので、ニカワっていうものを つけてさえすれば、うん、あの、まあ粒子はくっつくのでね、うん、最初にこうニカを塗ってその上にふりかけみたいにしてもくっつくわけで、はい、だからそういうのは、まあ、結構自由な、うん、方法をどん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 こう自分ご自身でねこう編み出すこともできるし、私が何かこうしてくださいっていうのは、はい、まあ、あんまりだからないわけですよ、ね、だからニカの分量とかね、それぐらいですよね。ニカはしっかりこう最後に仕上げに塗ってる方も、ニスみたいに塗ってる方もいましたよね。いましたよね。うん、だそれも別に
まあ別にいいんですよ、あの別に面白いなと思って、私はそういうことだから発想にないけど、やっぱりそういう参加者の方の方がそういう逆に知識とか何もないから、うん、逆にそういう面白いこう技法っていうか、なんていうかその方法思いついてね、確かにテラテラして面白いなと。今回のアートコクーン未来にで展示されたそのテーマは何だったんでしょうか。今回はですね、あの知らぬいっていうタイトルテーマでやらせていただいてて、うん、あのまあ、知らぬいっていうのは漢字があって、はい、まあ不、まあ、まだ知らぬ明かりって書いて、はい、うん、まあ、そういうふうに書くんですけど、もともと知らぬいっていう言葉はあってですね、うん、まあ、昔の、 あの人がね、あの海でね、まあ、蜃気楼現象で うん、こっちの浜の光が蜃気楼で見えてたのを、まあ、なんだあの光は、まあ、恐ろしいと、まあ、蜃気楼なんて、ね、当時は分からないですから、うん、なんかこう狐火みたいな、うん、恐ろしいって言って、まあ、知らないよく分かんない光みたいな、まあ、そういう意味合いでね、まずあって、で、まあ、それはその最後の知らぬいの意はまあ火なんですけど、それは私は今回ちょっともじって明かりっていう風にしたんですね、まあ、なんで明かりにしたかっていうと、まあ、やっぱりその今の時代ってやっぱり明かり、まあ、光とかって言った時に火というよりはやっぱりこう明かりなんか灯すね、こう、まあ、こういう人工的な明かりもそうだし、なんかこう照らされるとか灯されるとかっていうのが なんというかちょっとこうじわーっとこう広がるような、うん、そういうあったかみみたいなものってすごくいいなって思って、うん、でなんか自分の描く絵もそういう、ね、もの人々にとってなんかそういうものであってほしいっていうのが実はあって、じわーっとこう広がるような、うん、でそういうのを考えるときに、まあ、ちょっとこの灯火にしようと思って、うん、そう皆さんの中にこうポッと灯る明かりのような絵を描きたいなって思ったんですね、うんうん、今回こちらで展示しててまあ、ここじゃない、なかったんだと思うんだけど、なんかいいことあったとかってお聞きしたんですけど。いいこと？うん。あ、いいこと、いいことはね、あ、ありますあります。だからその本当に、その筑馬のね、方々、まあ、亀瀬旅館さんのね、うん、の、まあ、で、オーナーのね、平さんがすごいやっぱり私の絵の、なんだろうな、すごいこう、まあ、ファンって言ってくれたんですよ、うん、本当に。すごい嬉しくて、で、オバステのね棚田を描いた月の絵をね、うん、まあ、購入してくださって、うん、でそれをそのままこう改装したねロビーの玄、うん、玄関行ってすぐ あのフロントのねすごく目立つところに真ん中にドーンって飾ってあって、うん、もうこれはこの亀瀬旅館の顔ですって言ってくれたんですよ。言ってくれたんです。もうすごいじゃないですか。そんなやっぱり自分もやっぱりそのね土地を、まあ、自分なりに愛して、うん、まあ、気持ち持って描いて、でもそれがやっぱりその筑馬のね方々にこう伝わればいいなってやっぱ思って描いて、本当にそれが実現したっていうか、うん、こういう素晴らしい形で、うん、この土地に残ってくってっていうのはものすごく光栄なことでね、うんうん、本当にありがたいことだなって思いましたね、まあ、今後、どんなものを作りたいなっていうなんか夢はあるんでしょうか。夢まあでも、まあ、とにかくその制作、まあ、感動する体験っていうのをやっぱ積み重ねながら、うん、はい、その感動やっぱ素直に、まあ、表現の方法もね、まあ、どんどんこれからとらわれずに多岐にわたる感じで、はい、とにかく素直に感動して素直にそれを表現するっていうのは実は結構難しい、ね、はい、でそれをやっぱりやり続けるっていうのは自分の中ですごく大事にしたいなって思うところですね、うん、今後の予定はどうでしょうかね。あ、だから今ちょうど5月23日から、はい、28日まで松代の、はいはいはい、昇進館っていうギャラリーで、はい、グループ展に参加しております。日本とニューヨークの作家さんで総勢40名ぐらいの方で、はい、参加する結構ね結構小さなアート展って言ってね、すごいちっちゃい作品が並ぶんですけど、すごい見応えがあるかなと思います。私も出してるので。あ、出してるんですね。出してます。おー、素晴らしい。ぜひ行かないとしたらね。はい、ぜひ昇進館、ね、松代の昇進館で、23日から28日までの直近なので、はい。そして海外にもなんか、あ、そうですね、これがだから実はニューヨークでも、はい、展示を
する企画になっておりまして、そういう交流点なんです。これは交流点なんです。そう、マズシロとニューヨークの交流点なんで、はい、あのニューヨークでは11月の6日から10日まで、自分もちょっと現地に行こうかなと思ってます。そうですね、あとはちょっとそのついでというか、まあ、ニューヨーク、ヨーロッパが近いんでヨーロッパも行っちゃおうかな。おお、じゃあヨーロッパ一周はい、いろいろ行きたいところがたくさん、世界をまたにかけて、またにかけて、はい、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。朝からお疲れさんですね。ありがとうございました。